皆さんこんにちは、ヒカルです。さて、ここ稚内はですね、ここ数日間、気温がねマイナス3度くらいに推移して、まあ、寒いっちゃ寒いんですけども、まあ、そこまで縛れるような、気温ではありません。でもね、結構ねここ1日2日はね雪が結構強く降ってね、皆さんもあちら見えますかね、あんな風にね雪かきをしたらこんな感じに、大きい雪の壁が、できてしまうほどたくさん雪が降っています。で、こんな感じに雪が降って積もって、それをね何回も何回も繰り返しているとどんどん地面がね固く氷の層ができてきて、今はね足元はもう完全に凍りついてしまっている状態です。まあ、いわゆるアイスバーンとかって言われる、状態ですね。ちょっとねこちらを見てください。で、こちらをご覧ください。表面はね雪でちょっと覆われてますがね、これを多少払ってやるとこのように硬い氷の層が出てきます。これがね非常に滑りやすくてですね、これが原因で北海道では毎年何人もの人がね転んで、時には骨折なんかしたり結構大怪我につながってしまることがあります。まあ、風が強いちょっと今ね吹雪いてきてますね。こんな感じで非常に足元がね不安定で滑りやすい状態ではね、冬靴を履いてたとしても、やはり結構滑ってしまう場合があります。そこでね今日はちょっと面白いものがあったんで、それを一つご紹介します。こちらですね、イズフィットという会社のアイススパイクを今日はね、紹介してみたいかなと思っています。で、このアイススパイクなんですが、これはね近くのホーマックで1000円から1500円程度で売ってたものなんですが、これねどんな靴にもつけられるってことで、今回僕はねテストして夏靴を履いてきたんで、これをつけなかった場合とつけた場合でどんな風にこう滑りに差が出るのか、それをね早速検証してみましょう。うわ、すごいな。はい、ではまずね足の方に何もスパイクもつけてない状態でこの辺をちょっとね歩いてみます。多分ねめちゃくちゃ滑ると思いますんで、ちょっとね注意しながらやってみます。はい、どうだったでしょうかね。結構ねこの辺は氷の層がね厚くて、この夏靴ではかなり、滑りますね。でね、次はこのスパイクをつけた状態でその実際どんな風に、滑りの違いが出るのか、ちょっと見てみたいかなと思います。スパイクの装着の仕方なんですが、この後ろのこの部分ですね、見えるかな、この後ろのこの部分を逆にして、この上のこの輪っかの部分、これをつま先にこうスポッとはめる感じでやっていきます。風がね結構強いから入りづらいな、ちょっとよいしょ。はい、装着ができました。ちょっとこれ見づらいかな、見えますかね。こんな感じにね、よいしょ、足の裏に、スパイクがしっかり装着できました。ちょっとやちょっとじゃずれることは、なさそうですね。はい、装着し終わりました。これ分かりますかね、明らかに何ていうかトラクションっていうんですかね、こういう食いつきの良さを、感じます。うん、これはねちょっと期待できそうですね。それじゃあちょっとねこれを履いて移動してみましょう。はい、今スパイクを履いた状態でちょっとこの辺を歩いてみます。さあ、いかがだったでしょうか。スパイクをねつける前とつけた後では明らかに音が違います。これちょっと音聞こえますか。こんな感じね、金属がこう氷を削るような、音が聞こえます。そしてこの氷の上に体をぐっと前にかけてもこうつるっと滑っていかずに、しっかりと、金属のスパイクがね氷に食いついて、重心を前にしても転ぶことは、ありません。
これはねいいですね。このアイススパイクをねこういった、バッグの中にね一つ入れておくとねこういう、雪国にはとても重宝するんじゃないかなと思います。値段もね1個1000円程度とね非常に、安いですし、これはね本当氷の上でね作業する人とか、まあ、あとはねこう通勤通学とかの人にもすごくねおすすめできる一品かなと思います。ただね欠点が全くないわけではなくてですね、今これ氷がないところに来たんですが、ちょっとこれ音聞こえますかね。こんな感じで氷のないアスファルトがむき出しの部分ではカチャ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 ね結構ね音が、ちょっとうるさいような感じがします。あと当然スパイクの上に自分が立っている状態なので履き心地はね結構低下しますね。特にねソールが柔らかい、靴の場合だと金属をねこう踏みしめてるかの感じがねあって、ちょっと歩きにくさはそこはあるかなとは思います。ただね氷の上でねほとんど滑ることがなく歩けるっていうのは、まあ、それを上回るメリットだなと僕は感じます。さあいかがだったでしょうか。ここ最近ねずっとジンバルの話ばっかりだったんで、久しぶりにね北海道らしい、話ができたんじゃないでしょうか。これからもねこの雪国の情報ですとかねこういった寒冷地をねこううまく、生活するために必要なガジェットの話ですとか、そういったことをどんどん情報発信していきたいかなと思っていますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。寒くてね口が回らないですねなかなかね。